水野直親は、日本の稲作特農家、フェイスファーム代表、世界一うまい米を作る男と言われて、地域ブランド化に尽力。2016年6月29日、安倍森一県知事に、南魚沼、水上、飯山、木島地域は、稲作のゴールデントライアングルで、世界一の量食味米産地であることを伝えている。家族の健康と笑顔をテーマに、 美味しさと高栄養価を追求し続ける。トガリ温泉スキー場の中原にあたる、中山間地域で清らかな雪解け水と日当たりの良い、農地が並ぶ環境を選び、田植え後は稲に毎日声をかけることを徹底して実践している。養食未栽培に加え、環境保全保護を目指すことを決意、できるだけ地球に負荷をかけない農業、百姓のあり方を模索し続けている。 1983年6月8日、長野県飯山市に生まれる。篠の井朝日高等学校を卒業。2004年長野調理成果専門学校を卒業。2006年4月農事組合法人とがりサンファームに勤務。2011年、祖父より2枚の田んぼを引き継ぐ。2015年11月23日、第17回、米、食味分析鑑定コンクール。 国際大会で金賞を受賞。7月11日、転写日、一粒万倍日の日を選び、フェースファームを設立。2016年9月15日、東洋ライス世界最高米が、ギネス世界記録へ認定2016年原料米認定。12月4日、第18回、米、食味分析鑑定コンクール、国際大会で、特別優秀賞を受賞。 2017年1月27日、ギネス世界記録認定、世界最高前2017年原料前認定。2015第17回前、食味分析鑑定コンクール、国際大会金賞受賞。2016第18回前、食味分析鑑定コンクール、国際大会特別優秀賞受賞。2017第14回お米日本一コンテストイン。 静岡入賞2018第8回大阪府民の、イッちゃむうまい米ーコンテスト決勝有料賞受賞2019第16回お米日本一コンテストイン静岡実行委員会会長賞受賞。ありがとうございます。